なたは。この件か。俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。私、その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら、山笠組との戦争にはさせん。渡瀬、何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩、立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。
てやるわ。くそ。